こんばんは、なしめだです。今回はですね、久々に復刻した開港流星一閃の剛腕車極み地獄の底で寝ぼけな、これに参りたいと思います。この極みはですね、比較的、難易度が低めに設定しておりまして、しかもですね、ジョナサンとか、ジェイガイルとか落ちますので、非常に周回におすすめの、開港となっております。それでは参りましょう。まあ、難易度がなぜ低いかというとですね、カウンターの敵が全く出現してこないので、非常に、移動系のユニットと相性がいいということですね。第1ステージはですね、ムグール、ジャック・ザ・リパー、そして、フォルナレフ、キャプテン・ペニール、そして、ダイヤですね。まあ、厄介なのはやはりナイフ投げの、ジャック・ザ・リパー、そして壁接触で停止してしまうキャプテン・ペニール、そして、スマッシュ反射のムグールですね。ここは発明で落としていくか、もしくは、他のコマンドスキルなどで落とすというのも非常に手っ取り早い感じはしますね。今回どうしようかな。初配置があまり良くないな。まあ、とりあえず、怖いのはねですね、ウルールだけが1なので、他のユニットはすぐは動けないので、まあ、そんなにね、慌てなくてもいいんですね。ウルールさえ落とせば大丈夫ということです。というわけで、このフレンドのウルールで、発明を狙います。あ、ちょっと外れちゃったな、これ。はい、こんな感じですね。お、フォルナレフ落ちましたね。このルールの弱点をつけます。ただ、スマッシュはできないので、そこがちょっと注意点ですね。どうしようかな。とりあえず自前のルールでこのルールを倒しちゃいましょうか。はい、倒して、とりあえず止まっておいて、ダイヤを倒します。はい、こんな感じで第1ステージ通過ですね。はい、第2ステージ。まあ、第2ステージが結構美味しいんですよね。ジョナサンとジェイガイルがまとめて登場してきます。まあ、ですので、美味しいユニットはもうこの第2ラウンドで出尽くすので、まあ、ここで、まあ、いいのが出てなければリタイアするという手もありますね。まあ、経験値が獲得できないので、まあ、そこら辺は微妙ですけどね。第2ステージはですね、1位がリサリサなので、このリサリサだけが非常に注意です。まあ、他のユニットはまだ行動カウントに余裕があるので、そんなに焦らなくても大丈夫といった感じですね。さて、配置的にはどうですかね。まあ、ジョナさんが北風を持っているので、それに接触してしまうと、削りにくくなってしまうということですね。まあ、自慢ルールで発明できますか、これは。まあ、悪くないですからね、位置が。はい、こんな感じで。で、これはどうしましょうかね。まあ、リサリサの弱点とジョナの弱点をついてみましょう。こんな感じで。はい、増援は、ゼペリとゼイジーですね。まあ、ゼペリが出てくるので、これでですね、まあ、一回回復されてしまうということもありますけれども、まあ、それはですね、あまり恐れなくても、そんなにね、削りが大変なボスではないので、とりあえず初音で、ジョナと、ポールホースとセペリあたりを狙ってみます。あ、ジージーの方になっちゃいましたね。はい、無事に倒せました。お、ジョナ落ちたな。ジョナがですね、今、アビレベが14なので、あと6上げたいんですね。さあ、フォルホースを攻めます。最後の増援がタルカスですね。移動距離が2分の1になってしまいます。まあ、これちょっと位置取りが悪いので、一回弱点を作ります。でないと、フォルホースと、同時に遅延させるのが難しいですからね。ですね。ああ、これ結構やばいかな。両方弱点を作るのはちょっと難しそうですね。とりあえずホルホースを狙ってきます。一体落とせればいいんですけど、落とせるかな。今移動距離が落ちてるので危ないですね。ああ、届かないか。あ、これやられちゃったな。ああ、自前運動が死んでしまいましたね。はい、増援の
アカディオ、新アカディオ登場となりました。まあ、本当はボスまでね、アカディオは温存したかったですけれども、まあ、しょうがないですね。最後に、ウンドゥールで倒していきます。はい、無事に撃破となりました。さあ、第3ステージ。アブドゥル、シーザー、マニッシュボーイ、華経院ですね。まあ、比較的このラウンドは、他、今までのラウンドに比べれば、さらに難易度が下がってる感じがします。初音で行ってもいいですし、新アカディを走らせてもいいでしょう。そして、もちろん、ジョセフのコマンドスキルでもいいでしょうという感じですね、これは。あんまり引っ張るとね、これ手前のに当たっちゃうんですよね。はい、こんな感じで。連射してきます。まあ、ガンガンを使って回収しながらですので、まあ、燃費は非常にいいですよね。まあ、ただ、マニッシュがいるので、回復ゲージが半分になっているのが、まあ、注意点ですね。はい、こんな感じで、まあ、増援ですね、あとは。増援がキャプテンデニールとフォーエバー。まあ、壁に関わるユニットがまとめて出てくる場合は、キャプテンデニールが優先されるようです。まあ、これは初音でいいでしょう。まあ、ジョセフはまだしばらく動けないから、これは落としちゃいます。はい、というわけで最終ラウンドに参りました。最終ラウンドはジョータロウですね。このラウンドは、最初の敵がですね、全部1なので、まあ、ちょっとね、怖いところですね。そして、ジャック・ザ・リバーもいますので、まあ、ナイフ投げに対応していない移動系だと、ちょっと、まあ、嫌な感じではありますが、今回はですね、アカディオにジョータロウのアビをつけてますので、思う存分走れるということです。まあ、弱点を狙いながら行きましょう。足にまで冷凍砲。まあ、このイギーはカバウイギーなので、カウンターではありません。そして、まあ、結構体力は多めですね。イギーは。まあ、まんべんなく遅延もできているので、非常にいい感じだと思います。さあ、ここでナイフを投げられ、あ、ジョナが悪い位置にいるな。ジョナが、アイテムに当たっちゃいそうだけど大丈夫かな？当たっちゃった。ああ、ジョナと女性が、まとめて倒されちゃったよ。この2体にも活躍してほしかったんですけどね。まあ、しょうがないか。そう、ナイフ運がなかったですね、今回は。まあ、さらに、冷凍使っておきましょう。これでさらに遅延できますからね。まあ、このラウンドまでこのアカディオの登場を遅らせられればスピードブーストが発動するので、まあ、全然楽に倒せる感じだったんですけれども、今回は残念ながら、そうなりませんでしたね。で、増援がウドゥール。あー、ウドゥール嫌な位置だなー。
これだと、童話がいても発電がちょっと発動できないですね。ルートがないですね。ですので、普通に弱点をやっていきます。これぐらいでいいのかな？まあ、スマッシュができないのはちょっと痛いんですよね。位置調整が難しいです。冷凍ディオをまた走らせるべきなのかな。ちょっと発電がまた難しいですからね、この配置テスト。この辺で打たなきゃいけないので、ちょっとほぼ無理ですね、これ。というわけで、冷凍ディオを走らせます。足にまで冷凍砲。まあ、いい感じの角度で当たりましたね。あとはできればウグールのお膳立てができたらもう止めちゃってもいいのかな、これは。ああ、いい位置だな。これでやめとこう。つまり発明が当てやすいってことですね。はい、こんな感じで。で、まあこれでもうジョータロウとイギーも瀕死なので、造園にこの後ツベリーが出てくるんですけども、それをされずに倒すことができます。はい、ジョータロウ撃破ですね。で、造園に、先ほど言ったツベリーが出てきます。あ、配置いいですね。これだと初音でワームーとツベリーとイギーをまとめて落とせます。さあ、あと造園4ですね。大詰めです。ああ、もう発音してくださいという位置に落ちてきますね。これはもう、また行きましょう。はい。さあ、最後。エシディシ。まあ、エシディシは、弱点を狙っていきましょうか。はい。というわけで、無事にクリアとなりました。まあ、3体もやられてしまいましたけどね。ちょっとナイフ運がなかったということで、ご了承ください。あ、そうだ、ジョナさんのアビレベが上がってほしいな、どうだろう。まあ、ポルナレフも、まあ、上がってくれるに越したことはないですけどね。あ、ポルナレフはスルー。そして、衝撃が、おー、衝撃が15になった。あ、賢いな。21で15って、結構いい伸びですね。はい、というわけで今回は、久々に来た開口、白城太郎の開口に行ってみました。ご視聴ありがとうございました。